J リーグでは初のスタメン出場となりました。まずは出場した時間振り返ってください。みんながチームのみんながすごい僕のことをサポートしてくれたおかげでそんなにガチガチに緊張せずに試合に入れたんですけど、まあ、やっぱり失点シーンに自分が絡んでしまった悔しさがやっぱりリーグ初スタメンですけどその嬉しさより悔しさの方が今は頭の中ですごい痛いかなって。ただこうボールを持って広く動かしてで縦につけてそこからこうフィニッシュまで持っていくような場面そういう場面って何度か作れたんじゃないかなと思うんですけどどうでしょう。天皇杯の時にシュートが全然打てなくて個人的にもチームとしてもやっぱりシュートを打たなきゃ何も始まらないのでやっぱり自分がシュートチャンスを作るっていうのが大事かなと思ってたんで僕はそこを今日は意識してました。じゃあ課題と手応えだとやはりちょっと課題の方が強いですか今の時点ではね。そうですね課題の方が大きくてやっぱり守備のところも自分はちゃんと苦手ですけどやらなきゃいけないしそこ上手くなってチームに貢献できるようにならなきゃいけないしシュートも今日チャンスもそんな作れてないし自分の中では全然満足いくようなプレーではなかったのでやっぱり次出るときはやっぱり自分の成長した姿を見せれるように頑張りたいと思います。